尾端長調は日本の実業家。名古屋東部陸運代表取締役社長や、トヨタスタジアム代表取締役社長、愛知県トラック協会会長、全日本トラック協会副会長などを歴任した、愛知県豊田市出身。1956年愛知、県立岡崎高等学校卒業。1962年明治大学小学部卒業。 1966年尾端産業代表取締役社長1971年名古屋東部陸運代表取締役社長1974年明大代表取締役1992年豊田市体育協会長2000年名古屋東部陸運代表取締役会長豊田スタジアム代表取締役社長 2002年トヨタ商工会議所副会長、2011年全日本トラック協会副会長。愛知県トラック協会会長。2018年に朝日中受賞を受賞し、名古屋東急ホテルで祝賀会を開催。豊田昭一郎トヨタ自動車名誉会長。張藤夫トヨタ自動車相談役。細田博之元内閣官房長官。山口夏夫公明党代表。 大村秀明愛知県知事、大田俊彦豊田市長、川淵三郎日本サッカー協会相談役、藤井直樹国土交通省大臣官房長らが参加し、進行の深い歌手の佐田正史と諏訪中央、病院名誉委員長の鎌田実のトークショーなどが行われた。同年豊田市市政功労者検証。ありがとうございます。